こんばんは。前回の続きやっていきます。これがね、今全体マップなんですけどね、もう負けて、なおかつ前回の動画で関所の9が解放された、こことここなんですけど、この黄色は敵ですね。もうずっと入ってこられて、そうですね、20時間ぐらいはなんとかここ持ちこたえたんだけど、翌日経ったらもう入ってこられてますね。で、弱い同盟は全部撤退して、あと残ってる同盟、ここに今要塞立てて、ここが最終防衛ラインになりそうです。戦闘ね、何回かして、ちょっと動画撮ってないんですけど、まあ、やり方としては、どっちだったかな、こっちの方にね、自分たちの要塞があったんですよ。自分たちの同盟のね。で、誰も守ってなかったんだけど、相手が集結攻撃に来るんですね。要塞に、自分たちの。で、それを、終わった後に解散になるんですよ。バラバラになってこう戻るんですよ。それを狙うっていう。相手の一部隊を狙うっていうやり方をずっとしてて、それでね、結構稼げましたね。ただあんまり稼いでしまうと、なんか、ね、決まってるんで、1位から15位までって。で、今要塞ここに立ててるんで、今自分がいるのが、今ここ要塞立ててて、結構離れたところにいるんで、今からちょっとね、この要塞の近くに飛んで、今建設してるんで、兵を入れようかなと思います。このね、自分のね、土地の枠の中にいたら、城は攻撃されないんですよ。そういう風になってるんで、今から飛びますかね。飛ぶのにね、あ、これパスポートですね。ちょっとね、戦力ね、本当は4000万以下にしたら、移民するときに12枚だったかな。4000万以上にしちゃったんで、4500万までは、このパスポートっていうのが15枚いるんですよね。1枚、同盟のショップで買うか、買うときはね、同盟の個人ポイント60万だったかな。か、もしくは、課金アイテムで610円かなって売ってますね。ちょっとお金がもったいない人は、同盟のポイント貯めて買えた方がいいですね。領土内定にするか。これがランダムで、こっちが指定ですね。どこでも行けるやつ。で、こっちが領土内。自分の土地の中だったらね。ここに一回移動して、で、ここに振る。なんでかっていうと、かなり離れたところから兵を出したら、もうこの中ね、敵が入ってきてるんで、狙われちゃいますね。今からここに兵を、まあ、フルで出します。藤原の秀衡の恩は、来世でなければ返せまい。衣川の太刀は、で、これが建設が終わったら、またどっかに飛ばします。で、本当は、前線で戦ってる人たちがいるんで、どっかね、戦ってるとこあるはずなんで、そこの同盟に入れてもらって、戦ってるところの近くにお城を飛ばして、ちょっと戦って、戻るっていうのがいいと思いますね。その時に治療しないといけないんですよ。病院ね。まあ、資源かかるけども、どっちにしても持っていけないんで、移民するときに、これ全部持っていけないんですよ。倉庫があって、あ、酒場じゃない、倉庫。倉庫の、これだけしか持っていけなかったかな。これだけしか持っていけないんで、もう全部、1、10、100、1000、ま、250万、プラス300、ん ?37 万5000かな。ほとんど持っていけないじゃないですか。1億とか2億とか持ってても。これ、どんどん使っていった方がいいんで、戦いたいんだけど、敵がちょっともういない、いないっていうか、ま、戦ってるところがあまりないですね。まだね、残り何日かあるんで、多分ここ、もう少しお見せできるかも。ただ相手に一方的にやられると思うんだけど、ここね、全部1、2、3、4、これ全部要塞なんですよ。自分たちの、サーバーのね。で、ここ多分守ると思うんで、みんな。ここら辺が最終。で、ここまで相手が伸ばしてくると思うんですけどね。今ここら辺やってると思う。厳しいけど、はっきり言って厳しい。ここを今旗立てられてて、相手のね。で、旗立てられたら、ここの旗を燃やされるんですよ。さっき言ったように、領土の中に城があったら、その城は攻撃できないんですよ。出てる兵は攻撃できるけど、その代わり旗を壊しちゃったら、そこはその同盟のものじゃなくなるんで、そこにある城は攻撃できるようになるんで、どんどん旗をね、追っていくんですよ。攻撃して。でね、今、ここ作ってる、本当は攻めたいんだけど、誰もいないんですよ。さっきから見てるけど、やっぱりちょっとサーバーにあまりにも人が少なすぎて、
やっぱ数ですよね。と思う。ここ、本当はここら辺に人がね、いっぱいいて、ね、今入ってきてるでしょ。ここら辺攻撃したらいいんだけど、それがちょっと全然できない。相手はもう数がすごく多い。残念ですね。今回3回目かな、ロストキングダム。最初の1回目終わった時は圧勝で、2回目ボロ負けした、ボロ負けっていうほどでもないんだけど、その時に早く立て直しすればよかったんだけど、結局ズルズル来ちゃったって感じですね。まあ自分もこれ終わったらどっかに引っ越すんで、サーバーをね、引っ越すことができるんですよ。移民って形で。僕も引っ越す予定なんで、ちょっともう、ここはもうダメかな。1627も多分もう、立て直しは難しいかなと思いますね。今ね、城攻撃されてるみたい。自分じゃないんですけど、他の方。ここの、旗が立ってる。この、ここの同盟に入ってないとダメなんですよ。だから攻撃されてる人は違う同盟の方で、あ、今から戻っていってるね。これをね、自分はまだ下にいるんですけど、今見えます。この下、81キロに自分の城があって、今こう移動してますよね。自分の近くを通っていったら、これを狙うんですよ。で、自分の城は攻撃できないんで、相手が。あ、ちょっとずれたかな。こっちは来てる。すごいね。来るかな。かなり下だけどな。とりあえず城から出して準備しとくか。この状態で、ちょっとね、部隊が今いないんだけど、出すか。The fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. Once more onto the breach! A queen by title, but indeed a king. 相手できないと思うんだけど。三種へ一丁を出して。The fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. この中にちょっと一部隊今、なるべくタレメアデボツヨネム。衣川の立ちをどねかしょるえっとルーン建設してるんで間に合うかな。どう来るかだね。今ねちょうどね相手がねこう降りてきてるんで、ちょっとね今ね自分ね寄せてます。今この緑は自分なんですよ。で上からね降りてきてる。ねこれほら、しかもこれベリサリウスって言って、足の速い部隊だから、他の部隊がくっついてきてない。これだけ先行してるから、うまくいけばこれと戦闘ができる。ほら。ここで待ち構えとけば。ちょっと楽しみね。戦闘したい。もうそろそろ来ますね。ちょっと上に上がるか、こっちから。衣川の太刀は、今日多くて、基地少なし。Who calls the Lionheart? Go. Once more onto the breach. So.逃げられちゃった。ちょっと影が合わんかった。しょうがない。まだ来ると思うんで、ちょっとね、他も来てるんですけどね、ちょっと4部隊来てるからね、ちょっと考えもん。しょうがない。4ついるのはちょっと邪魔だな。1部隊だけだったらやったんですけどね、残念。いや、こういう時に仲間がいたら、みんなでこうやるんだけどね。まあ、とりあえず当てるだけ当ててみるか。Once more onto the breach! こいつかんな。ダメだ。馬だね。無理だ。無理はしまい。まあ今みたいに集結されてましたよね。自分のここは自分たちの同盟の土地なんで、この城は攻撃されないんですよね。いや、違う
こういう人は攻撃されるんですよ。こうなってて、まあ、今バリア張ってるから攻撃されないんだけど、攻撃されてる人に集結攻撃行って解散になってバラバラになった部隊を狙うっていうのが いいと思いますね。あの少ない相手は1で戦ってこっちはまとまってもう4とか5で戦えるんで、できればね 2,3 人人がいたらね、その人たちと一緒に部隊出してここでやろうぜって決めてみんなでやれば、さっきみたいにちょっと4ついると厳しいかな、部が悪いけど、相手がね1部隊だけとかだったらうまくいけばあの落とせると思いますね。で相手は結構被害出るんで、あの治療時間とかね、治療のこの資源はもう多分みんないっぱい持ってると思うんだけど、あの時間がね、時短アイテム使わされたりするのが嫌だと思うんで、嫌がらせにはいいと思いますね。ちょうどねまたなんか集結、これ集結だと思うんですよね。でまた自分の城の近く通っていってるんで、最後解散になった後多分馬が多いと思いますね。何回か経験したんですけど馬が多い。あとねなんかね他のを倒したかな、うん、なんかね最終形の部隊がいたから、それここら辺のこの方たちが、これは一応同じサーバーの方ですね、倒してた。帰りここ通ると思うね。ここら辺また部隊出しとくか。また同じとこ攻めに来てますね。でこれ解散になるんで、まあ、資源を奪ってるんだと思うんですよね。でももう資源なんかそんなにいらないと思うんだけど、みんな溢れるほど持ってるはずなんで。解散した後ですね、はい、ほとんど馬が多いんで、あ残ったね、ね、下でちょっと待っとくか。ここ通っていくと思うんで狙おう。ちょっとだいぶそれたな、あの4部隊だけになって、他のがちょっと左とかにちょっとそれてどっか行っちゃった。まあ、狙うんだったら一番後ろのこれだろうな。一番、これが先頭が一番足が速いってことですからね。まあもうちょっと下です、自分は。いい感覚に空いてきましたね。狙うんだったら一番、ここかここですね。一番最後でいいんじゃないかな。これが通り過ぎてくれたらいいけど、この下に自分の部隊がいます。三つ。こいつはここに茂みの中に隠れてる。相手が来てなければいいけどね。あの、白いひし形って、の形のやつがいたら敵なんですけど、ないっぽいよね、今んとこ。これこれこれ。来てる来てる。ちょっと移動させて。信じる時期、Who calls the Lionheart? 衣川の太刀は、今日、ほら、来た。基地少なし。すれ違ったら、やろう。相手が来たら逃げよう。Once more onto the bridge. Who calls the Lionheart? 衣川の太刀は。信じる時期を。行け。衣川の太刀は今日多くて基地。ああ、やっぱスピードが。ちょっとね、こっちのベリサリウスがいないわ。あ、逃げられちゃった。Who calls the Lionheart? しょうがない。でもベリサリウスをね、こっちに入れてるんですよね。この、今この中に。これで追えばよかったかな。でもどっちにしても、同じ馬同士だったら分が悪いんですよね。だからたくさんの人数で囲ってやったらいいと思うんですけどね。あ、偵察に来てるんじゃないかな。これ偵察に来てる。あ、ここはね。オッケーオッケー。だって偵察されたって攻撃はできないと思うよ、相手は。あの、隣接しないと攻撃はできないんですよ。まず、旗と要塞とかは隣接しないといけないんですよ。で、さっき、あの、城を攻撃できたのは自分の領土じゃない、領土じゃないところにいた人を狙われたんですよ。自分の領土の中にいるから、この城は狙われないんですよね。でもし自分がこっちにいたら狙われちゃいますね。そういう風になってます。相手がまた同じ、この3回、自分が見る限りでは3回行ってますね。ただこれね、工場兵器っていうのが載ってるんで、バラバラになった時に、この部隊だけ異常に足が遅いんで、これ狙ったらいいと思いますね。これ戦いが終わった後に、これがどこ行くか。これは絶対落とせると思う。
ただね、なんかね、後ろからね、相手の曹操の部隊が近づいてきてたと思うんで、どっかいないかな。あ、これか。うん。これが多分ね、どう動くかなね。先回りして援軍するのかな？よくわからんけど。あ、バラバラになった。そうそう、これ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 。これ絶対この工場兵器のやつがいるんで、これを狙ったらいいと思うんだけど。意外と速いな、スピードが。どう行くかですね。狙えるんだったらこれ狙いたいな。この工場兵器の部隊。ちょっとくっついてるけど。これが狙えるんじゃない？こう長時間移動、あ、2部隊いるわ。こっちにも工場がいるわ。これはちょっとどう行くかを見て、こっちに行ったら嫌なんですよね。ほら、2。あらあらあら、こっち行ったらちょっと離れるんだよね。まっすぐ下に降りてくんないかな。どう来るんだろう。あ、まっすぐ。あー、それた。これ絶対狙い目なんだけど。ちょっと変えようか、舞台を。あれちょっと追おうかな。この中に、今ちょっと入れてるんですよ。ベリサリウス。これ大丈夫。インペラトル、ノリドビタレメアデボツヨネム。何でもいいんだけど、これ入れようか。我が宿命であろう。これ作ってるからね。これで追わせようか、ベリサリウスで。知ってる？さっきの狙われないかな。ちょっとだいぶずれたな。あのね、こっちのここを行ってるね。かなり遠いわ。ちょっとでも行かせてみようかな。誰かしら、おっと、あ、仲間ちゃんでスーパービス、インペラトル。ノリドビタレメアデボツヨネム。あ、同じサーバーの人ね。いい。ちょっとね、ちょっとね、足はまあまあかな、速さは。ペセベラボ。インペラトル、ノリドビタレメアデボツヨネム。追いつくかな。こう来て。こう通っていきそうな気がする。今見たら、今自分ここに寄ってますよね。ここにね。こう通っていきそうな感じだね。ここの上を。間に合うかも。相当遅い、スピードが。どこら辺だったっけ。これ。やれるんじゃない？狙おう。いい線いってる。来てる。これ。敵だよね。02だよね。OK。一部隊できたのがちょっと悲しいけど、やれると思う。ルーナ、ソルジェンテスーパービザンツィオ。インペラトル、ノリドビタレメアデボツヨネム。ドネクソル、エトル、インペラトル、ノリドビタレメアデボツヨネム。ドネクソル、エトル、ルーナ、ソルジェンテスーパービザンツィオ。インペラトル、ノリドビタレメアデボツヨネム。2部隊で行きたかったな。やばくなった、逃げよう。結構強いな。誰か来てるな。どっから来てる。誰か来ないかな。同じサーバーの人狙えるのに。せっかく今赤く光ったのは誰か自分攻撃しようとしてたんだけど、やめたみたい。おお、オッケーオッケー。だいぶ減らした。
来るかな。来てない。囲まれたらやばいですからね。馬で、しかも足が速いんですよ、このベリザリウス。右足が速い部隊。相手は工場兵器だからね、すべてに対して弱いと思うんだけど。3組みたいなのがあって、歩兵と馬と弓と。で、これが一番すべてに対して弱い。その代わり、城を攻撃するときに有効だったかな。2部隊か3部隊で囲んだらよかったんだけど、ちょっとね、足の遅い部隊連れてきたらちょっと、良くないんで。誰か来てるでしょ。来てない、来てはないんじゃない。だいぶ減らした。誰か城から出てきてやってくんないかな早く倒せるんだけどね、相手が寄ってきたら嫌だな。あとベリサリウスにスキルにこういう採取する、これはなんかね石かな、でそういうところに入って出たらスピードアップっていうスキルがあるんですよね。それをつけてます。こういう、例えばこれトウモロコシなんですけど、ここに入って出たらスピードアップするんで逃げ足が速くなるんですよね。まあ、だ工場兵器で来るのが悪いよね。普通馬で行くもん。自分たちの領土内だね。倒したらとっとと逃げないとやばいよね。待ち伏せされてるかもしれないけど。ちょっとかかってるな。本当は挟み撃ちでやりたかったんですけどね。 OK 倒したな。じゃあちょっと戻ろう。お、粘ってるね。 OK、 結構やられたんじゃない。うん、こっち5万やられてます。でも相手23万だからね。まあ残り、あと何日か残ってるんですけど、これぐらいしかないかな。まあ嫌がらせですね。相手が今みたいに集結に来て足の遅い部隊がいたらそれ狙うみたいな。それをやっていくしかないかな。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。